殿の裏港中通り面高島モンゴル村道の駅宝島高島肥前大橋高島は九州北西部の伊万里湾港にある島全島が長崎県松浦市に属する東西約5キロメートル南北約1 3トル島の南北にほぼ同じ標高の山がある北部宮地岳。地盤は 第3期左岸層を基礎としその上に平均標高約50メートルの玄武岩の溶岩台地が乗る。海岸線は多くリアス式海岸をなし、海色がけも見られる。主な産業は農業と漁業。台地上は比較的平坦で農耕地に利用されている。また、溶岩台地を構成する玄武岩から切り出される石材は青石と称され、主に北部九州において、 墓石しとして用いられている。佐賀県唐津市日前町との間の日比水道に高島日前大橋が建設され、2009年4月18日に開通した。これによりバス、または自家用車などを用い、陸路で島へ直接アクセスできるようになった。4月20日からは、昭和自動車により唐津市日前町と高島を結ぶ路線バスが運行開始されている。 船便は、松浦市今福港から、戸野浦港まで、及び、松浦市三倉港から、船、唐津、青までの間に、高島汽船のフェリーが就航している。唐津市肥前町の星加港と、高島の日飛行の間を結ぶ松尾フェリーが、運航する便もあったが、高島肥前大橋開通により廃止された。旧高島町から引き継いだ、松浦市 A バスが、 路線バスを運行している。高島は二度の原稿と深い関わりを持つ。文英の役では、元軍が高島に上陸して、住民を虐殺している。続く、公安の役では、平戸島から高島に進出してきた元軍に対して、集結した日本軍が攻撃を仕掛けて、海戦となる。心氏によれば、元軍は、高島に上陸すると、 日本軍の襲来に備えて、類を築いて、防備を固めたとされる。当初、平戸島からだ財布目指して進撃する計画を立てていた元軍であったが、原始愛遺伝によれば、躊躇して進撃できなかったという。このような中、台風が襲来し元軍は大損害を被った。元軍諸将は軍議を開き、継戦か撤退か議論し、最終的に撤退に決する。 諸将は頑丈な船を選び、兵卒を船から無理やり下ろすと、乗船して、兵卒を見捨て逃走した。高島に残された約10万の元軍は船を建造して撤退することにする。ところが高島に日本軍が襲来し、元軍は2、3万の捕虜を出し壊滅した。高島には、この高島総統戦の激しさを物語るものとして、首女、神戸先 千崎、千浦、刀のもと、道大、志浦、地獄谷、東野の原、全聖志岩、五聖志岩、供養のもと、祈りの浜などの地名に名残を残している。この際に沈没した元軍船をめぐって、水中考古学の立場から調査が行われ、パスパ文字で作成された、官軍総和員をはじめ船舶に関する遺物や武器、武具などが多く発見されており、遺物がある。 南岸一帯は埋蔵文化財放蔵地として周知されている。その一部は現行終焉の地として松浦市立高島歴史民族資料館や高島埋蔵文化財センターで見ることができる。また、2011年には琉球大学教授池田栄氏によって海底遺跡の発掘調査が行われ、沈没した軍船の流骨と外反が初めて発見された。 第8表当初一覧、長崎県。2018年3月19日閲覧。2005年12月31日までは、北松浦郡高島町。長崎県遺跡大辞典高島海底遺跡で、元の軍船発見。松浦市、ありがとうございます。